ご覧ください。紹介は当社の説明を簡単にさせてもらいます。私は運動ロボットです。武田設計は昭和51年に設計会社として設立されました。設立当初から航空機の設計業務のお手伝いを始めました。初めての旅客機はボーイング767です。ボーイング767はアメリカと日本、イタリアが参画して開発しました。あそこのおひげのおじさんも設計チームにいたんですよ。最近開発されたボーイング787も武田設計の社員がたくさん設計に携わっています。また種子島から打ち上げている H2 ロケットの設計もやっているんですよ。あそこのおひげのおじさんも設計していたんですよ。他には乗用車、トラック、バスの設計や解析もやっているんです。やっぱりあそこのおひげもおじさんも設計してたんですよ。未満ですか。平成17年から光造形装置屋さん2限デジタイザーでものづくりを始めました。ツアーガイドロボットは大阪芸術大学デザイン学科の中川淳教授が形をデザインして、愛知工業大学のご協力のもと武田設計が制作しました。それでは私の説明を愛知工業大学の学生さんにしてもらいます。はい、今こちらの寸胴ロボットにこちらのターゲットにこのようなマーカーがついてるんですが、このマーカーをちょっとロボットの中を見てもらうと、こちらにカメラがついているんですが、このカメラでこのマーカーの形を読み取って、ある一定の距離まで近づいたら皆さんに今説明をするというプログラムを入れてあります。あとですね、この色がついているロボットを見ますが、まだ名前がないんです。なんかいい名前があったら教えていただければいいかなと思います。でこの2台とも基本構造は一緒ですが、簡単に言うとですね、起き上がり格子というかだるまと同じ原理で立ってます。普通の二輪 のロボットっていうのは電源が切れると倒れてしまいますけども、これは重心が下にあるので、倒れません。だから押してもちゃんと元に戻ります。ということでお子さんを博物館とかで誘導した時に不意にスイッチが電源が切れても倒れて奥さんにお子さんに怪我するさせるようなことはないと。で今こちらはある程度自動で動いてるんですけども、これはまだ手動で動かしてます。一応やれることは動きまくることと顔が動くことと喋ることと、一応カメラがついてるんで皆さんの顔は今こちらで操作してる社員学生さんには見れることができるようになってます。簡単ですが一応このロボットツアーガイドロボットのご説明をさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。あと引き続きこのロボットを触っていただいて結構ですね、写真とか。